everyone, it's Momo. こんにちは、Momoです。今回は過去完了形について説明します。過去完了形の基本のイメージから使い方、過去形や現在完了形との比較などについてお話しします。では、早速始めましょう。まずは過去完了形の形から確認していきましょう。過去完了形は、had プラス過去分詞という形で表されます。過去分詞というのは動詞の変形した形の一つですね。例えば use なら use, used, used と原形、過去形、過去分詞形と変化します。基本的には語尾に ed をつけた形が過去分詞ですね。ですが例えば study なら y を i に変えて ed になりますし、eat なら eat, ate, eaten と変化するように不規則動詞と言われる特殊な変化をする動詞もあります。では過去完了形の例として、The movie had already started when we arrived. 私たちが到着した時その映画はもう始まっていたという文を見てみましょう。間に already という言葉が挟まっていますが、had プラス start の過去分詞 started になっていますね。このような文を過去完了形と言います。では、過去完了形の基本のイメージについて見ていきましょう。過去完了形が使われる時の基本は、話題になっている過去のある時点よりさらに過去のことが関係するときです。どういうことか説明しますね。過去から未来の時の流れを線で表すとしましょう。現在はここです。今、過去のある時点 A についての話をしているとしましょう。すると話の関係上もっと過去のことに触れる必要が出てきました。過去のある時点 B です。過去完了形を使う基本は、過去のある時点 A の話をしているときに、それよりもさらに過去のことが関係してくるときなんですね。このイメージを持って過去完了形の使い方を詳しく見ていきましょう。過去完了形が表すことには2つのポイントがあります。1つ目のポイントは、過去の出来事が起きた順番をはっきりさせるということです。2つ以上の過去の出来事について触れるときに、どの順番で起きたのかを明確にします。二つ目のポイントは、過去のある時点を基準として、その時までの話をするということです。過去のある期間、ある特定の時点までどうだったのかを表すことができます。これからそれぞれのポイントを見ていきますが、過去完了形についてしっかりと理解するには、まず現在完了形について理解している必要があります。現在完了がよくわからないという方は、別の動画でわかりやすく説明していますので、ぜひそちらをご覧ください。概要欄にもリンクを貼っておきます。ではまず、一つ目のポイントから見ていきましょう。過去の出来事が起きた順番をはっきりさせるという点です。この過去完了形の使い方は日本語の文法では大過去と呼ばれることがあります。例えば、I found the key that I had lost yesterday. 昨日なくした鍵を見つけたという文を見てみましょう。この文には関係代名詞の that が使われていますので、関係代名詞がよくわからないという方は、ぜひこのチャンネルの関係代名詞についての動画をチェックしてみてください。ではこの文を見ていきましょう。過去から未来の時の流れを線で表すとして、現在はここです。found、見つけたと過去形になっていますから、これは過去のある時点の話ですね。次を見ると、had lost、なくしたと過去完了形になっています。当然、鍵をなくしたのは、見つけた時点よりも前のことですよね。なので、鍵をなくしたのはさらに過去のある時点の出来事です。起きた順番で言うと、最初に鍵をなくしたということが起きて、その後に見つけたということが起きていますよね。このように先に起きたことについて過去完了形を使うことで、過去の出来事が起きた順番をはっきりさせることができます。ちなみに、I had は I'd と省略することができます。とはいえ、過去完了形を使う場面をただの過去形で代用できることもあります。例えば、過去の出来事が起きた順番に言うときです。I got up, had breakfast, and went to the park. 起きて朝ごはんを食べて公園に行ったというように、その出来事が起こった順番に言うのであれば、過去完了形を使わずに過去形で言うことができます。また、起きた順番が文脈から明らかなとき、あるいは過去形を使っても意味の混乱が生じない場合でも、過去形で代用することができます。例えば、I went shopping after I finished my homework. 私は宿題を終えてから買い物に行ったというと、何々の後にという意味の after が、買い物に行ったのは宿題を終えたのよりも後のこととはっきりさせていますので、この場合は先に起こった方だとしても過去完了形の代わりに過去形で言うことができます。
では次に過去完了形の2つ目のポイント、過去のある時点を基準としてその時までの話をするを確認していきましょう。この過去のある時点を基準としてその時までの話をするというのは、現在完了形が理解できていれば難しい話ではありません。例えば、I had lived in Tokyo for 4 years before I moved to Osaka. 私は大阪に引っ越す前、4年間東京に住んでいたという文を見てみましょう。過去から未来の時の流れを線で表すとして、現在はここです。Before I moved to Osaka, 大阪に引っ越す前とあるので、これが視点が向いている過去のある時点ですね。A としましょう。そして、I have lived in Tokyo for 4 years という部分が過去完了形になっています。ここでもう一つ別の過去の時点が出てきています。4年間住んでいたということですが、いつから4年間なのかというと、普通に考えて住み始めてから4年間ですよね。これが過去のある時点 B です。なので、東京に住み始めた時から大阪に引っ越した時まで、この過去の特定の期間が4年間だったと言っているわけです。これは現在完了形にもあった継続の意味合いを表しています。ここで過去完了形を現在完了形と比較してみましょう。今確認した過去完了形の文 I have lived in Tokyo for 4 years before I moved to Osaka は、住み始めた時から引っ越す前までの期間が4年間だと言っていますよね。引っ越した時点が基準となっていて、この時までどうだったのかを表していました。では、現在完了形ではどうでしょうか。 I have lived in Tokyo for 4 years というと、私は4年間東京に住んでいるですが、時の流れを表すと現在がここです。現在完了形というぐらいですから、現在完了形で基準となるのは現在です。なので、住み始めた時から現在に至るこの期間が4年間だと言っているわけですね。つまり、現在完了形で基準となっている時点である現在が、過去完了形では過去のある時点に移行しているということです。時間の枠が過去から過去なのか、過去から現在なのかが異なるだけで、時制の機能としては同じですよね。もう一つ別の例で比較してみましょう。まず過去完了形で、I had never seen snow until I visited Canada. 私はカナダを訪れるまで雪を見たことがなかったという経験を表す文です。時の流れを確認すると、現在はここです。Until I visited Canada と言っているので、過去のある時点でカナダに行ったんですね。そしてその時まで雪を見たことがなかったということなのですが、いつからの話かというと、始まりは生まれた時と考えるといいですね。これが二つ目の過去のある時点です。つまり生まれた時という過去のある時点から、カナダに行くという過去のある時点まで雪を見たことが一度もなかったということです。では現在完了形ではどうでしょうか。 I have never seen snow.私は雪を見たことがないです。時の流れを考えると現在はここです。現在完了なので基準となるのは現在です。なので生まれた時から現在までの期間、雪を見たことが一度もないということを言っていますね。過去完了形と現在完了形の違いをお分かりいただけたでしょうか。次は過去完了形と過去形でどのような違いが出るかを比較して確認していきましょう。例えば、The movie had already started when we arrived. 私たちが到着した時、その映画はもう始まっていたという文を見てみましょう。時の流れを確認すると現在はここです。When we arrived. 私たちが到着した時と過去形になっていますから、これが今話題にしている過去の時点ですね。そして、The movie had already started. 映画はもう始まっていたと過去完了形になっています。これがもう一つの別の過去のある時点で、この時点で映画が始まったわけです。これで2つの過去のある時点が出てきましたが、過去のある時点 A ではもう映画が始まっている状態だったということを言っていることになります。これは現在完了形にもあった完了結果の意味合いを表しています。ではこの文の時制をもし両方とも過去形で言ったとしたらどうでしょうか。The movie started when we arrived. 私たちが到着した時映画が始まったですね。時間軸を確認すると現在がここだとして、過去の話であるのは先ほどと同じなのですが、到着した時に始まったのですから、この2つの出来事がほぼ同時に起こったように聞こえます。過去完了形の時と表している時が違いますね。過去完了形の方は話題になっている過去のある時点よりさらに過去のことが関係する時に使われるんでしたよね。
この違いが文脈に応じて過去完了形を使う必要がある理由です。最後に過去完了形を使う上での注意点に触れておきたいと思います。この動画の最初の方で過去完了形の基本のイメージとして、話題になっている過去のある時点よりさらに過去のことが関係するときに使われるのが過去完了形だと説明しました。今過去のある時点 A について話をしているとして、話の関係上もっと過去のこと B に触れたいと思ったとします。この時に使われるのが過去完了形ですね。これは別の言い方をすれば、過去完了形を使うには基準となる過去のある時点が明確である必要があるということになります。例えば先ほど確認した The movie had already started when we arrived では When we arrived の部分、I had lived in Tokyo for 4 years before I moved to Osaka では Before I moved to Osaka と、この過去の時点がはっきりしていないといけないということですね。これは必ずしも言及する言葉で言う必要はないのですが、文脈ではっきりしている必要があります。この基準となる過去のある時点が明確であることというのを分かりやすくするために、次の文を考えてみましょう。過去に東京に4年間住んでいたことがあるということを言いたいとすると、経験の意味が出せるから過去完了形を使うんだとすぐに思う方もいるかもしれませんね。でも実際は過去形で I lived in Tokyo for 4 years と言われることが多いです。もし過去完了形を使うとしたら、先ほど確認した I had lived in Tokyo for 4 years before I moved to Osaka の Before I moved to Osaka のように、基準となる過去の時点はいつなのか、いつまでの期間の話なのかがはっきりしている必要があります。そうでないなら過去形を使えばいいわけですからね。これが過去完了形を使う上での注意点ですので、覚えておいていただければと思います。今回は過去完了形についてお話ししました。日本語には完了形という時制そのものはないので、苦手と感じる方は多いかと思います。ですがポイントをつかめばそれほど複雑な話ではないですし、完了形が分かっていれば全体的な英語の理解力がぐっと深まるはずです。英語を読むときや英会話などで、ぜひ今回の動画で説明した完了形のポイントを意識してみてくださいね。このチャンネルでは主に今回のような英文法や英文読解の説明をできるだけ分かりやすく行っておりますので、よかったらまた見に来てください。ではまた別の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching. Bye for now. ご視聴ありがとうございました。別の動画も見てみたいという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。